はい、こんにちは、ジャンゴです。今回も、キャプゼルね、世代別オールスターガチャ、とりあえずね、無料の分30連していこうと思います。いきます。で、小学生編は、いつも通りね、スキップしましょう。はい。まあ、確定枠のみですね。ディアスじゃなくて、キスギくん、連携ダイレクト EX。さあ、続いて中学生行きましょう。いけ。でね、まあ、いつも通りね、ニューが出なかったら、チケットで追撃というような形でやっていこうと思います。さあ、ここはどうだ？まあ、そもそもね、SR 自体が確定枠のみの可能性があって、そこで何が来るか。さあ。おー、ニュー来るね。松山くん。この松山くんなんだ？フラノ中、フラノサッカーの、ちょっと早くて読めなかった。お、なんか今、チラッと後ろに。なんだこのシュートは。全然覚えてない。雪解けロングシュート。なるほど。フラノ中、フラノサッカーの真髄、松山光。抜群のチームワーク、連携スキル力 20%、さらに優秀選手 25%。あ、なんか懐かしいな。優秀選手チームとかあったね。優秀選手に対してバフがかかるみたいな、カテゴリー優秀選手のやつですね。で、中盤からの得点力、ミッドフィルダー編成時、適正編成のフォワードが1人以下の場合、自身のシュートの威力が 50% 上がると。で、無限タックルと闘志対翼 100%。なるほどね。そしてなんか背景にね、いろんな、雪国のキャラたちが映っていくという、雪解けロングシュートですね。溶けちゃった。降り積もった雪を一瞬で、かき消すかのような熱い絆のこもったロングシュート。スタミナが高いほど威力が高くなるよと。で、対パワーの時に 20% アップ。ということですね。相手が、スピーカーテックの場合、スキル威力が 10% ダウンする。おっと、これデメリットもあるんだ。はい、というわけで、まあ、とりあえずね、今回はニューが出たので、まあ、最後にね、ジュニアユース以上の無料分引いて終わろうと思います。いけ！こっちでもニューが出た場合にね、サムネをどうするか迷うっていうね、前回と一緒のパターン。さあ、とりあえずドライブではないが、どうでしょう。まあ、とりあえず、最後の確定枠までの間にあるかどうかをちょっと慎重に見ながら、なさそうかな。はい、じゃあ確定枠。あー、ニューではない。あー、でもフラメンゴユースのレオか。ってことは、比較的新しいキャラなので、まあ、スキルが重なるのは、まあ、良いかな。ダブルスイッチドリブル。はい、という感じでした。まあ、今回はね、松山くんが、中学で出たので、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。